どういうことですか。いやー、ひろつさんがね、まあ一周ぐらいはコウさんのまくり力がぐぐっとね、食らっちゃったんじゃないかという感じ、なんか少し落ち込みの表情。まくりだったっすか。翔さんがそう、自分でノリさんの後ろにスイッチして、でも間髪入れずに行ったけど捕まった。倒れそうです。いや、もういいスピードやったけど、見ても止まるぐらいのスピードかなと思ったんですけど、結構もらったでしょ。どこまでのスピードが。そうですね、もらったのもありますけど、禁じ手の、まあやっぱりこうあそこでこう止められるっていうのは多分ヒロとかかかってるってことなんで、まあね、惜しかったですけど、まあ喉めがけで行きました。すごいなんか本当ね、競輪っぽい競輪が見られてね、ゾクゾクする感じがあったんですよ。小倉さんと稲川さんのね、じゃれてますね。じゃれてますね。二人役者というか、ちょっと翔さん的にはその今回の観測と上の方までちょっと吸い込まれるような、まあね、決勝にワッキーがいたときにどう戦えるかとかは、イメージはどうですか。まあイメージはずっとしてますし、ね、今節はまだ一緒に走れてないんで、まあこう準備できたかなっていう感じはありますけどね。まあこううかうかしてられないんで、しっかりと、まあ、一番集中せないといけないなっていう気持ちです。これぐらいですかね。決勝楽しみにしてますね。はい、まあ、いい状態頑張ります。